では、誓いのキスを。いいんですね。していないならまだ結婚セーフですわよね。結婚セーフ？逆に結婚アウトとは。そこのイケてる男性の方、今からでも私はどうでしょう。僕ですか？知り合いですか？いえ、全く。まだ知らないなんてラッキー。このラムちゃんと一緒なら毎日が楽しいですわよ。何なんだ君は。というか、なぜ花嫁姿で。ちょっと待って、今度は誰だ。そこのラムララちゃんの新郎で、結婚式の最中にいきなり飛び出すなんて、パパもママもカンカンだぞ。だってあなたとは今日が初めましてですし、隣の式場で素敵な男の人を見つけてしまいましたし、ごめんなさい。ガーン、秒で振られましたわ。レリコさんの笑顔、初めて見ました。すみません、なんだか愉快な方だなと。ナルトのように華やかで。ナルト？振られたら仕方ありませんわ。でもせっかく飛び込みましたし。おい、もういいだろう。隣の式場に帰りなさい。抜け出しましょう。ここから一緒に。私と？余計なお世話ですけど、お姉さん、その人のこと好きじゃないですわよね。私も嫌な結婚させられちゃいそうですから。どうせなら二人で、新婦がダブルで脱走なんてめちゃらら面白いでしょ。
めちゃロロ。何をしているレリコ、私の苦労を無駄にする気か。ラムララ、ここで一体何を。やばい、ゴーゴーゴーですわ。いいの？あなたのお父さん突き飛ばしちゃったけど。ついでにあなたのお父様も突き飛ばせばよかったですわ。面白い子だね、本当に。もっと遠くに行きましょう。素敵な男の子を探して。私そっちはいいかな。ラムちゃんは自由ですわ。なんてことだ、娘の結婚式がめちゃくちゃだ。奇遇ですね、私の娘の結婚式もです。娘たちを取り返さねばなりませんな。我がラブメイレー家の苔藓に関わる。力を合わせましょう、我がレイヤ家の悲願のために。ただいまなのでおかえりでゴンス。Thank you.
もしかしてコルル、マナと同じ化粧品を使ったので？はい。もうマナとコルルじゃ肌の色が違うので、全く同じじゃダメなので。マナの使ってるファンデは空張りが結構多いから、コルルに合うのがあるはず。あと塗りムラもすごいので、小鼻とか細かいとこは特にパフを使ってしっかりね。なるほど、メイクは奥が深いでゴンスな。いいコルル、おしゃれって人の数だけあるので。アダのトーンも骨格も耳型も人によってバラバラだから。参考にするのは大事、でも真似だけじゃ完成しない。自分なりのおしゃれを見つけるので。ふむふむ、自分なりのおしゃれ、わかりました。この町に滞在する間に見つけてみせるでゴンス。でもその前にお夕飯を見つけに行かねば。行こっか、食堂。はい。わかる、真っ白なままなので。男の子というと女の子ではないと。パスタとラーメンってどう違うんでしょう。え？